ゃあ走行再開します。よっと。ケーブル周りが少しすっきりした。充電バッテリーのボタンを押してなかったな。今日から3連休だから自転車乗りにあってもおかしくないな。ああそうそう、昨日の夜この辺むつ市なんだっけ、横瀬じゃなくて六市関根川台っていう、今いるこの結構近くのあたりで1メートルの熊が出たっていうアナウンスが流れてました。庄内アナウンスが。だから運が良ければ見られるかもしれない。あとオーナーさんは熊に会うんだったら、月のワグマよりもヒグマの方が一発で殺されるからまだマシだって言ってましたね。月のワだと力はそんな強くないから人間は苦しむそうです。生々しい。あ、関根だ。関根駐車帯この辺りで昨日夜7時頃に熊が出たらしいです。まだコンビニあるな。あ、あれはさっきの科学館の手のひらのキャラクター、科学技術館か。あの感じだと民営なのかな。むつ科学技術館。あ、確かこの道通るとほんのちょっとショートカットか。川台まで行かなくていいよな、予定ルート通り。いや、じゃあこのショートカット行くか。別に最短距離でできるだけ海岸線沿いを網羅しなきゃいけないわけでもないので。
まだ56個あるか。はい、その電池は大丈夫と。あ、配線跡だ、これこれは追加しとくか。ああ、続いてる。そこ配線してから10年ぐらいだけど、まだはっきり残ってるんですね。よっと、写真も撮ってよいしょ。ツイッターで、おお、はたせんの配線跡、配線、踏切写真と、この写真、でアップロード。よし。ああ、でもここまで全然気づかなかった。途中配線あったと交差してたかな、今日の道は。お、白樺だ。ああ、あれ牧場だな、酪農家。あ、原子力機構のか、陸奥科学技術館は。あと海洋研究開発機構って書いてありますね。草原ゴルフ、なんかロゴがいい。あれ、これ資料先右か。あ、すいません。あれ、直進か。じゃあ向こうが優先だったな。
あ、牛だ。馬か、あれは。いや、牛か。肉眼でも黒い森、林の陰でよく見えないんですけど、十何頭ぐらい牛がいるっぽいです。写真だったら見えるかな。うわー、北海道っぽい。24キロか。まあ2時間ありゃ着くかな。ああ、このトウモロコシ畑の他何もないっていうのはサックルのあたりと似てる。あれ、地名サックルじゃなくてなんて地名だったかな、北海道の。多いな。これは放送で見せたかった。うわあ。海か、こっち方向が。うわ、逃げ水が見える。いや、
いつ映ったかな。ああ、ちょっと映ってる。あれ、ここも大技関根か。関根広いな。ではリサイクル燃料備蓄かな、何つったのかな、センターか。リサイクル燃料備蓄センター。あれは村か、東通り村と書いて、あ、本当に東通りって読むんだ。東通村じゃなくて。ってことは反対側、これ六市が出るのか。まだ村として残ってる村だ。こっちから六市と。トラックの足洗い場がある。自販機はあるが、やっぱりゴミ箱はあった。ちょっと軽く一杯。よいしょ。スリーリンゴだな。
別に青森県産じゃないんだ。製造元は書いてないな。ツーリングマップルで荒涼とした景色が続くって書いてあったとこだ。この方にはなんか湿地帯みたいなマークが書いてあるな。これ湿地帯抜ける林道なのかな。ちょっとこれもツイートしとこうかな。何にもない。止まると結構鳥の声がしますね。
車が、いつまでも車が見えてる。やっと曲がった。平地は楽だな。あ、尻屋崎までやっと20キロ切った。録画はできてるな。出してるな。結構なスピード出してる。左が石持ち横、右が石持ち、正面直進が尻屋崎。石持ち、お、牧草ロール。おお、狭い狭い。
こっちの牧草ローラーなんか茶色いな。北海道のなんか、なんていうのかな、もっと麦わら色というか白っぽい感じなんですけどね。草が違うのかな。なんでこの1車線と2車線が交互に続くのかな。なんかやってる。網か。ああ、これは網の手入れを、場所がないからここでやってるのかな。じゃあ、車に積んできて、この車通りが少ないところでやってるのかな。でも広い場所ならいくらでもありそうだけどな。これは。
トウモロコシ、おお、トウモロコシ畑ってでかいな、向こうの方まで続いてる。あちちち。あれ、バス回しは一緒だ。ちょっと寝るには狭そうなバス待合所がありました。こっちバス来てるのか。そっか、尻屋崎はある程度、まあ観光地というほどじゃないにしても、バスぐらいは通ってるのかな。おお、あ、海見えた。 これ入り口って地名か。しに行くと、行き止まりではないように見えるけど、まあ素直にまっすぐ行くか。つまりここは入り口の入り口になるわけか。海洋台みたいだ。この辺りでいいかな。
はいよ、う、だい、ち、く、あ、来た。全然気をつけられなかった。マウンテンバイク。あれはそばだな。そばの花だ。あと13キロ。
か牛川とか農地とか牛の地名ばっかりだ。あと市役所まで13キロか。これ何の駐車場かと思ったら民家の庭なのか。すごい土地の使い方だ。10台ぐらい軽く入るな車が。風力発電風車が見える。これは？レストハウスか。昼飯時だったらありがたいな、これは。まだちょっと早い。もう回ってる。今日は風は弱いな。
山下の見えましたかね、 GoPro の映像で。今行って戻ってきたところかな。この間会った大学生の桜井さんはこっちまで徹夜で走るって言ってたけど、ここ夜走ったのかな。ライトの電池とか持ったのかな。あ、そっか、ママチャリだからダイナモライトあるか。してママチャリのライトじゃきつかったんじゃないかな。そこの風車見えてますかね。なんか端の方が細くなってるように見えるな。それと山の上の風車が回ってます。あ、ママクリーニングだ。地元の人のコメントで、あのママクリーニングでいいんだっけ、あのクリーニングの車よく見かけるって言ってたのかな。なんか曲か何か流しながら走ってるのかな、いつも。あ、荷物多そうだな。うわ、なんだこの川の名は、読めない。
母に衣って下に母と衣っていう字が縦に並んでるけど、なんて読むんだこれ。もうすぐ橋渡るだろうから読み書いてあるかな。スエナジー、これ関係あるのかな、風車と。あ、風車の先端だけまた別に回転できるようになってる。あれはどういうことなのかな。ここもちゃんとゴミ箱があるな、自販機に。なんか青森に来てからずっとあの自販機にゴミ箱がついてなかったんですけど、こういう人がいないところの方が、そうか、あれ、あの工事現場とかああいうところに置いてあるのはゴミ箱がちゃんとあるのかな。車で買っていく人じゃなくて、そこで働く人が飲むので。なんか上に登る階段がある。お、海岸。松林の後に海岸が見えてます。水。
日本列島ワンなんとか旅って書いてあった。電線が邪魔でうまく映らないけど、まあいいや。うわぁ、風車の数多いな。何十機あるんだろう。機内中そうか、どうせ13時から放送再開とか言ってしまって早く着いてしまいそうだから、先に昼飯食って、でその後放送再開しようかな。しかし市街地はこれが最後なのかな。あ、ママゴーか、ママゴー。ん？あの上の道はなんだ。地図持ってない。里神田地名、ああ、市街地終わってしまったかな。ああ、いい天気だな、しかし今日は。暑いけどいい天気。店あるな、この辺りも。ああ、ここいいな、いいな。この先食べ物屋さんなかったら早いけど食っていくかな。朝食べたのが7時半だから、まあ4時間空いてれば普通昼ご飯食べられるような。で自分の腹具合よりも時間の方が、食事で周辺検索。
山田しか出ないか。ああ、でも一応この先港はあるか。まあ進むか。登ってる。あと上の施設はなんだあれ。この会場になんかベルトコンベアみたいのでつながったでっかい施設がある。岩屋海岸。強さすごいな。
暑い。綺麗。これは石を取ってんのかな、石灰とかなんかそういう、採掘なのかな。点線は定置網とかそういうのかな。知床の知床岬のゴムボートツアーであんなの見たことある。あれはショベルカーとかがあそこの建物で多分エレベーターになってるんですね。11時半か。幕取りは、いや30分ごとにやっていくか。ちょっと日陰見つけて放送再開しますかね。うわぁ、これあそこで船に積んでるのか。うわ、
三菱マテリアルズ何撮ってんのかな、これ。こういうのは石灰しか見たことないけど、セメントってことはやっぱ石灰かな。セメントって石灰入ってるんだっけ。ここは放送始めるのめんどくさいからツイッターでやっとこう。で、あー、ここからじゃ見えない。地図で現在地で、向こうの壁がチラチラしてるの、これ陽炎か。しかし、よっと、自転車見ないな。
物は何なんだろう。トイレか。かな。テーブルとかもあるけど。放牧地。あ、ビジターハウスなのかこれ。自炊するんだったら表で沸かしてこの中で食ってもいいな。あ、ここで食べられるな。自販機もあるし。ああ、セリア崎郵送ステルって今あんのかな。確か郵送ステルのサイトだとなかったような。あったかな。じゃあこっから放送しようかな。テーブルもあるし。よいしょ。うわっと危ない。給電ケーブル外して。あ、馬いる。かなかった。あれがパンダシメなのかな。じゃあマイク一旦外します。本体マイクになります。それでこれを束ねて、だからここでメディアム交換していく。じゃあちょっと放送出て、あそこメニュー放送開始するまで一旦止めます。